はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダーシリーズ DXF デュアルソリッドヒーローズボリューム11ということで、先ほどサイクロンジョーカーの方を紹介させていただきました。今回は仮面ライダーダブルファングジョーカーですね。地獄の底まで悪魔と相乗りしてくれ翔太郎ということで、これはファングがって出てきた時のやつですね。では開けていきましょう。そう、これなんですけど、近くのゲームセンター5軒ぐらい回って全然置いてなくて、最後セガ行ったらまさかの置いてあったんですよ。でそこでセガでようやくあって、しかもめちゃくちゃ有料店で、もうめっちゃ取ってきちゃいましたもうめっちゃくちゃ取れましたので、はい、ということでいつも通り開けていきましょう。はい、またね、ダブルの場合角折れがありますから、この開封する前から折れてるとかねありましたら、もうこれはすぐバンプレスに電話しますから。僕、うわ白い、でもちょっとやっぱ黒ずんで、うわーすごい、ファングがすごい、ファングがかっこいい、すごいなこれ。よし、ではちょっとはめときましょう、こちらのパーツはね。うわかっこいい。で最後、大事な肝心な頭のパーツです。これは本当に重要要の部分なのでね、こうちょっとゆっくり、よし、はい、できました。もうあとははめるときに折らないようにはめましたと。はい、できました。ファングジョーカー完璧ですね。ファングジョーカーすごい、うわすごい、もう本当にかっこいい。うわでもちょっとなんかこれ製造ミスですかね、ここの部分ちょっとなんかこうまだらってますね。まあしょうがないでしょう。はい、すごいな、ベルトも完璧、ファングとかすごいですね、この作り、顔もすごいですし、うわすごいなこれは、色分けも最高、これは最高だわ。ダブル好きはもう絶対持ってた方がいいですねこれ。はい、ということで今回ご紹介したのは仮面ライダーダブルファングジョーカー DXF シリーズということで、チャンネル登録評価の方もお願いします。ではまた明日。